届け。おはようございます皆さん、時刻は10時9分です。今日はここジャン近鉄は桜井駅にやってまいりました。今日はここから親玉です。山の辺の道に、山の辺の道に行って、龍王山に登って、龍王山に登る、天理まで行きます。天理まで行く。そしてバババババン、なんと天スタ、天理スタミナラーメンを私まだ食べたことないんですよね、はい、を食べに行くというプランであります。距離は何キロぐらいですかね。16、17キロちゃう。17キロって言ってるから20キロぐらいじゃないでしょうか。はい、そんなこんなで今日も元気に行ってみよう。山田川です。ああ、そうなんや。印象ちゃうね。こんなに優しいせせらぎの山田川なんて、ちょっと印象ちゃう。秋やね。うん、桜並木綺麗なんやろな。1.7キロ、じゃん、山の辺の道という案内が出てきました。気持ちいい河川敷をこうね、大和川沿いに歩いてきてからの山の辺。はい、つば市です。はい、10時29分。はい、1.9キロ、はい、つば市観音堂へは行きません。はい、あくまでゴールは天性な。そうなんでね。おまけやな、これは。おまけです、おまけです。美味しく食べるためのハイキングです。うん、走ってると見落としそうでありますね、これね。この辺ちょっと歩くことおすすめですね。うん、10時31分、2.1 キロで、ここ右です。え？ちっちゃっ。ひっそり。細っ。書いてんねん、山の上に。ほんまや。この前、わ、なんか記憶が。2体の石仏があるんやって。山の上。お手洗いもあります。そう、ここやっぱり南は安心やね。うん、歩いてる人も多いしね。案内もしっかりしてますね。はい、はい、ちょっと山っぽくなってきましたよ。こっち、うん、綺麗に掃除してくれてはりましたね。うん、あ、でもこれ立ち寄りスポットちゃうか、やっぱり。
聖徳太子。聖徳太子。浜手水きれいやね。10時44分 2.9 キロ、はい、立派ですねやっぱり。あ、そういうことね。決して飲みまくれるわけではありません。酒祭りをやってます。純吉は癒やしんで飲めただで飲めるんちゃうかでやってきましたけどただで飲めるわけではないです。へ、酒の神様なんやね。そうなんや。こう身は身を。すごい酒の数。いろんな銘柄あるよ。なんか赤やね、こんだけ一生瓶あると。これ酒の身は飲まない。純吉はただで飲めると思ってましたが、ただでは飲めます。もう日本酒の口になっとった。いやし。あ、ちょっと雰囲気変わってトンネルみたいになってきました。うん。これは効くな。へえ、効くなら1個買ってみようかな。100円もう親切。はいはい、なんかいかにもすっごい新鮮そのものな効くながありました。全て100円、はい、ここですね、はい、ありがとうございます。チュリーン、効くな効くな。11時10分 4.4 キロ山っぽくなってきました。はい、お腹はペコ。段階がありまして、ペペコ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 。木原神社、はい、なんか山がそのまま神様みたいな感じで、はい、あ、ここで一応めっちゃうまい。今度来た時ね、いつも持つもいっぺんにこうてくれはってね、びっくりした。え、お近くなんですか。いや、今トレイルセンターです。あ、はいはいはい、車止めて、あ、また戻ってこようかな。あ、睡眠もたくさん。今日は山の上に道を、あ、ゆるっとサーキングです。もうほんとゆるっと、ゆるっとじゃないよな。ゆるゆる。お座りは、お座り、高山登って天理で終わり。あ、そうですね。スタミナラーメン食べて帰ろう。あ、いいな。超有名人になったよ。普通のおっちゃんとばちゃん。ありがとうございます。失礼します。ワンちゃんめっちゃ可愛かったよ。よかったですね。うん、いやなんかね、ああやって喜んでもらえるとね、あ、よかった、こっちも嬉しい気持ちになるね。うん、いつも見てくださってるそうでありがとうございます。
毎日見てるって。嬉しいね。いや、なんかさっき試食で食べた一粒のみかんの味がね、すっごい余韻として残ってるわ、うん、なんか太陽と栄養をたっぷり吸収したみかんって感じの味やった、うん、じわーん。いきます。あ、ごめん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 、ゲット、はい、美味しかったんです、このみかん。はい、ありがとう。はい、お財布来ました。はい、はい、時刻は12時4分、距離は 7.8 キロ。はい、分かれ道です。あ、まだか。あ、まだらしいです。いや、先ほど柿のね、試食をくださった男性に、うん、お、1時間ほどできたんかって言われた時にパッと時計見て1時間50分だったんですが、ちょっと思わず、まあそんなもんですと言ってしまいました。ごめんなさい、ちょっと嘘です。時刻は12時10分、距離は 8.2 キロ、はい、やってきました分岐龍王山。この4キロ先までちょっと行ってみたいと思います、はい、龍王山です。本日の登山、はい、4キロってまあまああるよ。なんかね、みかんとか柿とかの余韻がね、美味しいね。どうせグルメロードやね。もう腹減ってきたやな、ちょっとちゃうんかぺっぐらい。意外としんどいな。意外としんどいな。意外と汗だくやね。不気味。あ、くら。電気つけてくれよ。不気味。うお、真っ暗やん。これは。夜みたい。夜みたいやな。六甲山のあそこみたいな。夜です。もうね、なんでなんていうぐらい暗くなりました。時刻は？13時3分、11.1 キロ。夜です。暗い。夜明け。夜明けやな。こっちですよ。はい。龍王山南城、南城終わったんか。もう、もう夜明けやで、ここやばいな。ここやばい、夜すぎる。おお、すごい。タッチやりました。13時15分、距離は 11.8 キロ。あ、二条山。どうしても二条山。おだけ、目だけ、うん、桂木、今後。へえ。はい、あの三輪神社の近くでしたかね。はい、あの一袋200円だったんですけど、試食があったんですけどね、その試食がものすごい美味しかったんで、道を挟んで向かい側のやつは100円やったけど、こっちは200円やったんですよ。でも200円の試食で美味しかった方を買いました。その味をお届けしたいと思います。今日の美味しいみかん、なんと表現したらいいんやろ。もうめちゃくちゃ美味しいとしか言いようがないね。濃いんですよ、みかんの味が。うん、めっちゃジューシー。ジューシー、カスカスじゃない。もう一粒一粒にもうプルプルに入ってるって感じ。めちゃくちゃ美味しい。よかったな。うん、以上です。時刻は13時25分。龍王山から下山したいと思います、はい。本来であれば山道を降りて山の目の道にまた戻ろうと思ってたんですが、うん、ちょっと断続的に雨が降ってくるので、今回は舗装路で第2弾、はい、第2プランで降りたいと思います、はい。じゃあナビてください、はい、お願いします。北道、北道、はい。
ここへ。こっちか。おー、うん、イエーイ。時刻は13時30分、はい、距離は 12.2 キロ、はい、本来であればこっちに戻ろうと思ってたんですが、この天理ダムの方に、はい、車は通れないけど人は通れそうです。はい、行ってみよう。はい、行ってみよう。おい13時39分、距離はジャスト13キロ、はい、ここでちょうど山道が、わお、はい、終わりました、終わりました、はい、無事下山。お、はい、ここからはあとは、今13キロって言いましたね、あと5キロほどなんでしょうか、4、5キロぐらいなんですかね。わからん。わからんらしいです。うん、まあ、とりあえず天スタを目指して走りたいと思います。うん、ほら、磯の神神宮で書いてあるやん。ああ、ほんまだね。山の上復帰やな。うん、はい、時刻は、14時31分、はい、19.7 キロ、はい、東海自然歩道見えましたね。ちらっと、あの、鶏の予算です、うん、有名な神社ですね、はい、今日はもう神社行きません。行きません、はい、もうラストプランに向けて爆心中であります、はい、ペコ島チェン、はい、21.3キロ、14時51分、はい、着きました。欲しい、欲しい、温まる、うん、思ったより辛め。今日のメインイベント天理スタミナラーメンも食べ終わって、もうだいぶほろ酔いと言いたいとこですけど、だいぶベロベロで木戸についております。スタミナラーメンね、私ずっと前に彩花ラーメンを一度だけ食べたことあるんですけども、はいはい、正直スタミナラーメンの方が私は好みでした、うん、もうニンニク、追いニンニクたっぷりして、うん、もう食べましたね。唐揚げも熱々で、うん、すんごい美味しかったです、うん、まあ言うたら餃子はちょっと目指しっていうぐらい細く感じてしまいましたけども、まああれはあれで好きな人もいるんちゃいますかね。あんなちびっこ餃子みたいな初めてや、うん、でラーメンショーというネーミングでしたけども、ショーでもだいぶね量あったからね、普通の一般的な人はショーでいいんじゃないかなっていう、うん、いや美味しかったですよ。はい、で今日一日ね、やっぱりあそこはね、南の山の上の道はもうあのお買い物が楽しいね、うん、で道行く人たちももうネギやらなんやらこういろんなもん刺してんのよ春菊やらなんやら、うん、あれを見ながら、あ、どこのブースかな、あれどこ行ったらあれ買えるんかなとか思いながらこう歩くのも楽しいと、うん、はい、素敵な一日を過ごすことができました。今日あいにくねちょっと雨模様で、あの後半戦 の山の上の道ご紹介はできなかったんですけれども、ランナーにしてはあの駆け下る、はい、うん、こともできるよっていうあの舗装路コースでお届けしました。リュウジさんどうだったんでしょうね。リュウジさんよー喋ったな。リュウジさんはどうだったんでしょうね。もうない、何も聞くことないです。おい、ちゃんと喋るよ。まあできたら山の目の道を桜井から天理まで全部ちょっとお届けしたかったんですけどね、うん、まあ、ちょっと急遽雨も降ったりして残念でしたけど、うん、はい、まあ、あのイレギュラーがあるのがこの旅の醍醐味やからね。龍王山が思ってた以上にしんどかったしな。あ、そうやね、足場も結構悪かったしね、うん、あれたった4キロやからと舐めてかかったら意外と本格登山な趣でしたね、はいはい、なので、まあ、龍王山登るときはちょっと、まあ、子供も登れる簡単な山ではあるけれども、うん、それなりにしんどいんだなと思いながら登っていただくといいんじゃないでしょうか、はい、それでは皆さん、またねー。またねー。おい。